こんにちは。はい、こんにちは。今回は、最初本ってだいぶ前にも一回あげたかな、ユニバースサンドブックスと思って一回 YouTube であげたかもしれませんね。それで久しぶりにこれを、新しい MacBook Pro でやっていきたいと思います。イエーイ、やったね、やったね。太陽だ、太陽。ほら、動いてるよ。太陽動いてるんだよ。ちょっと、ほんの少し。ほら、他の惑星の重力で。ということです。ちょっと一回リセットする。ずっとやってないの。ちょっとやり方忘れちゃった。これで、これで今、これがね、太陽系があります。ジュノ。今通知音が鳴っちゃった、ごめん。ほらこれすごいでしょ。地球も見てみるって。今鳴っちゃったこれだね、アースこれです。ちょっと待ってよ、早すぎてちょっとわけわかんないかな。ゆっくりにしよう。ほらこれが地球。ほら綺麗でしょ。こんな感じですね、こんな感じですね。ほら綺麗でしょ。で、じゃあ一回ニュー、こんな真っ白、何にもないない、何にもないないにしてみよう。地球の衛星を来いと。月がここに、月は遠い地球から。ほら、じゃあここに金星を置いてみよう。すぐ近くに置いてみる。ぶつかるかな。くるくるって回るようにした。あ、地球動いてる。あ、ぶつからないの。あ、凍ってきた。あ、そうか、なんか太陽みたいな。うわ、北海道が凍ってる。いや、カラフトまでトルコ凍ってるよ。今日金星がぶつかれば暖かくなります。暖かいというか暑くなるはず。ぶつからないの。じゃあもう一つ金、じゃあ水星を置いてみる。ここら辺にこうと。そしたらね、あ、今なんかかけらが飛んだっぽい。うわー、ぶつかったよ。ほらカナダの氷が溶けた。あ、水星、水星はばらまいてるかけら。ははリングみたい。ちょっとずっと早送りしたら、あ、新しい衛星ができてるよ。かけらだ。ほら新しい衛星、これフラグメントって書いてある。これ、ほらほら新しい衛星。これでもう一回ちょっと一回リセットしようか。で、これで何置こうかな。タイタン置こう。タイタン、タイタンにいいよ、いいよ。ちくわの餌びあげみたいな。あ、ちょっとタイタンどっか行かないで、勝手にどっか行ったらダメだね。迷子になる。何にしよう。エオルパはね、まあ月より少し小さい。エオルパに氷があるんだよ。お、水だ。エオルパぶつけたから水がタイタンに。イエーイ、ガニメデ。けど、あの本当はガニメデより小さいんだけど、あのいろいろぶつかって勝手に大きくなって、
今ガニ目でぶつけたらどんどん大きくなってる。ほらガスガスガスポン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 出してる。ほらポン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 出してるよガス。わここまで広がってる。すごい。早く冷めないか。タイタンがなんかたこ焼きに見える。縦回りになっちゃった。っていうことはもう水性物つけても大丈夫かな。ちょっと待ってね。上から見た方がいいんだよ。こうやってマーキュリー。あ、ぶつかった。火星の、火星もぶつけてるかな。ついでに衛星も、衛星付きで、イエーイ。ダイモスとかどうなってるかな。ということでリセット。リロードをしました。まあリロードをしました。木星。ひゃー。地球の大きさはちっちゃいね。地球が衛星。太陽系も衛星、木星からした。おお、木星動いてるような気がする。地球が動いてるね。あ、動いてる。やっぱり木星重力で動いてる。ちょっと土星置いてみようか。土星置いたら大変なことになるでしょ。だから遠目に置こうかな。あと、あ、そうそうそう。あとは土星にリングつけようかな。よいしょ。土星にリングつけた。ほら、綺麗でしょ。岩石と氷のかけら。ほら。大変なことになるよ。ほら木星が動いてる。しばらく早く。おほほ。すごいことになった。ちょっと待ってよ。これ一回ちょっとリロードした方が良さそう。ちょっとね、木星にあの土星あのぶつけた方がね、あのちょっとこうやってやった方が多分ね、あの分かりやすいだろうからね。あのそのあっ、あの衛星はいらない。こうどうなるかっていうのをちょっと見てみる。もしかして絶対こうほぼ同じ大きさやから、こっちもジュピテー、なかなかぶつからないね。ちょっと待ってよ。一回じゃあこれを消して、ちょっとよいしょ。もうちょっと近くに移動するよ。これぐらい。キャー！ぶつかったよ。おお、けどなんともないね。ぶつかった。じゃあちょっと他もなんか大きい天体。これはね、51のやつはね、すごい大きいからね。
ぶつかったらね、木星じゃなくなるんだ。あ、今日もし重力で木星より小さくなった。キャー、もう一個、もう一個ここに、ほらほら、これね、温度上げたらね、というか大きさ上げたらね、あれだよ、絶対ね、だいたい恒星になるからね。ちょっと待って、ちょっと中の物質をね、ハイドロジェン 100%、 はい、を小さくしたらこうなるね。ハイドロジェンはガスだよね。で、温度だね、温度をね、あ、変な数字、さらに10倍プラス、なかなかならない。いつまで構成になってんのよね。ピカピカってなってた。で、ということで、もう一回リセット。よいしょ。次は、ゴルフボールを置いてみようかな。ちょっと音楽つけるね。うるさいから、ちょっと、音オフにしたら寂しい。ゴルフボールの周りには、これでもダメ。これも、ほら、こんなんも置けるんだよ。すごいよ。大きさをね、これこれ、センチメートルじゃなくて、だいたい地球の7個分にしてみたら、地球はどれぐらいの大きさになるか。キャー、ちっちゃ。小さく感じる。天王星よりも小さい。ほう。どんどん大きい。あ、これはさすがに。土星よりも少し小さい。これはいける。めちゃくちゃにしてみる。ほら、おお、どんどん大きく。ちょっと音楽うるさい。だいぶ大きくなった。木星の何倍ぐらいになった。ちょっと待ってよ、木星のだいたい2倍ぐらいになってんじゃない。そんなボールあったやん。うーん、木星を70個分を周りに小さな恒星が回る。あら、太陽より大きくなっちゃう。いつの間にか。あ、これはリゲル、ワブ、ベテルギウス、アルファセントウリだったらいけるでしょ。あ、周りに恒星が回るんだって。珍しいでしょ。ベーガも、あー、ベーガが小さくなった。ちょっと待ってよ、なんかリングみたいに見えるね。ちょっと待ってよ、どうなってん。
あ、小さな恒星じゃない、惑星だ。ちょっと待って、もうこれ消しとく。ディレイ、あ、消えちゃった。あら、星雲ぶつかったな。恒星と恒星がぶつかったら星雲になる。綺麗でしょ。ほら、これ最大にどんどん広がってる。どんどん広がる。もっと遠く、ここまで。ゆっくりにする。ゆっくりならないよ。なんか変な音。ちょっと待って、重すぎるな。ちょっと待って、お西洋になったから重くなった。ガタ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 。で、次はちょっと待ってよ。地球枠でしょ。イエーイ。地球にリングを置いてみよう。あ、飲み込まれちゃった。一個も残らず。ちょっと待って、違うものにしよう。これとか。あ、変な形。こんな。リング面白い。だだ。ちょっと待ってよ。何にしようかな。よいしょ。月のリングだって。衛星に残るのはどれだろう。月のリングでややこしい。一回ロードと。じゃあね、リングリング、これかぼちゃだよ。かぼちゃ、かぼちゃにリング。かぼちゃの大きさを変えてみよう。だいたい地球の9倍と。あ、飲み込まれた。こうしたら1番。こんな感じね。何今の。おお、でそこからもっとリングをいっぱい大量に。ほら、大量。パンプキンって書いてあるでしょ。あとは、どれにしようか、どれにしよう。ほら、アストロイドベルってやつ。あの、小惑星とかの。次は何？よいしょ。イェイ！よいしょ。
暑いね、今日は。よいしょっと。触ったろ、もう。女性の衛生は多いな。こんないっぱい。確かね、70個以上あるんだよね。80月が80個と一緒や。エンケラドスにはね、あれ氷があるんだよ。これ。お、土星。土星だ。じゃあ、よいしょ、土星に。よいしょ。この辺にブラックホールをこう。どうなるか。ブラックホールで。なんかぶつかり合ってるよ。あ、一つだけ飛んでいって、飛び出していって。ちょっと待ってよ。じゃあね、あれ、太陽系にブラックホール置いたらどうなるかな。これこれ、ここにね、じゃあこの辺に置くかな。この辺、よいしょ。キャーン。ちょっと地球を見て、地球どうなってるか。地球は飲み込まれてるかな。あ、いてた。おお。太陽系上から見たら、めちゃくちゃ、めちゃくちゃです。それでちょっと一回、ここのいっぱい入ってるやつで見てみる。いっぱいなんかこういうの入ってんだよね。最初のリセット、ニューしてみましょう、ニュー。よいしょ。何しようとしたのか。あ、そうです。地球を置くでしょ。で、ここに水を足すこともできる。すごいでしょ。これか。これだね。北海道の方、こうやってね。ここら辺に加えてね。あ、大陸が消えていっちゃってるな。例えば、もうここら辺も海に埋まっちゃった。こうやってやって。もうちょっとゆっくりにしよう。この辺どこだろう？どこだろう？もともと何だったんだろうね。アメリカかな？アメリカら辺？アメリカら辺かな？多分その辺かな。アメリカ裏辺っぽいね。埋まっちゃった。もうちょっと水を減らしたらいいんじゃないかい。アース、もうちょっと水を減らして大陸が出てくるかもしれない。もうほぼないんだけどね。カラカラになっちゃった。はけど大陸は出てきたけど、カラカラになっちゃった逆に。で、ここに水を足したらどうなる。あれ、なんか、あれ、水が出ない。おい、水が出てこない。
あ、出てきた。ほんの少しだけ水をあげる。ちょっとこうやって少し早送りして、そしたらだいぶ良くなるんじゃない。今日なんか ここのアフリカの周りらへんまだあれだね、全然あれだね、水がね、干からびてるんやな。あ、凍ってしまった。どうしよう。うわー、どうしよう。みっちゃんの責任だ。もうそうそう、今回はね、これで終わりますと。では、さようなら。バイバイ。See you!